子募集の話。彼氏募集の話いいかもしれない。ね、英語ができて、背が2メートル50ぐらいあって。175センチ。俺より低いじゃん。175センチ。何がいいかな。5センチ以上じゃなくて、175センチだよ。175センチ。それダメだよ、何がいいの。じゃあサーフィンの話する。俺愚痴しか出なくなる。いや、でも地元民もそうだよね、サーフィンちょっと違うね。そうですね、沖縄のサーフィンって本当に大事と全然違う。ウィンドサーフィンとかなると思うんですよ、はい、サーフィンだけなんであんな違うのかな。はい、30秒前です、はい、曲から。20秒アニマン機のレディスカバー沖縄、この放送は毎週金曜日ゴールデン曜日のゴールデンタイム午後8時からお届けしております。本日の1曲目はこちら、ハウス五輪音頭、南ハロー。シュノーケリングの話、シュノーケリングの話する。こういつもさ、夜見えないけどさ、今収録だから、いや、無駄話なしでね。分かった、それは後で。すごい。で、何話すの。トトトンと晴れ姿、はい、そうです。ツイキャスでご覧いただいている方は今何が起きてるのかってびっくりするかもしれませんけど、今日は収録放送です。収録中です。この放送は、何だった。今はね、8月のね、今日は8月の6日です。では ね今日は8月の6日という設定なんで、よろしくお願いします。はい、立ち上がっていってもいずれ劣らぬ若い花、昭和気候りゃ若い花、オリンピックもこれすげえな、本人歌ってんだよな、これね。これよく歌えるよな。8月の6日ってオリンピック終わってんの。
終わってんの8月の6日。今日は8月の6日です。設定上、はい、キャスでご覧いただいている方びっくりしてるかもしれませんけど、あのこれは8月6日放送分なんで、オリンピックって終わってんの？どうなの？はい、そういうわけで今日のオープニング1曲目をお届けしたのは、ハウス五輪音頭。ハウス五輪音頭、これはね、ね、あの南春夫さんが、実際に歌っている曲でございます。サンプリングとかリミックス版ではございません。これあの思わず、先週、先々週この曲の存在を急に私も思い出しまして、慌ててアマゾンで CD を買ってしまいました。はい、そんな感じでございます。この放送はね、あ、番組言うの忘れたね、本日も始まりました、毎週金曜日ゴールデン曜日のゴールデンタイムをお届けしております、アニマアニキのレデスカバー沖縄。この放送は FM ギノワン、地上波 FM ギノワン 79.7MHz でお届けしております。またね、インターネットの方では、ツイートキャスティング、それから YouTube ライブ、そしてリッスンラジオの方でもお届けしています。リッスンラジオの方では CM、そして、音声すべてお楽しみいただけます。また CM の方もね、リッスンラジオだとすべてお楽しみいただけます。YouTube ライブの方では動画も高画質の方でお楽しみいただけます。ツイートキャスティング、ツイキャスの方では、コメントとかもね、入れることができますし、それから音声ね楽しめますけれども、動画付きの方では残念ながら音楽の方はもうほとんど、一部しか楽しむことができません。また CM の方も、かかりませんので、その辺ね、皆さんちょっとネットの方でもどんどん楽しんでいただければいいかなと思います。そういうわけで今日は収録放送ということなんですが、はい、アシスタントのボンボ先生、はい、こんにちは。ボンボ先生がいいの、はい、ボンボちゃんがいいの？あー、ボンボ先生呼び捨て、ボンボ。いや、本当はボンボがいいんですけどね。なんで？いや、なんかそっちの方がいいんですけど、誰も呼んでくれないですよね。本当みんな絶対ボンボちゃんとかボンちゃんとかボンボ先生とかなんですね。あの、一つだけすごいこと言っていい？はい、え、なんですか？すごいこと言っていい？ボンボ先生ってね、はい、ボンボ先生の本名がね、はい、あまりにもね、アイドルっぽいんだよね、はい、アイドルの芸名っぽいよね、あれね。いや、でも初めて言われました、それ有馬さんに初めて言われました、本当、あれ芸名っぽいよ。俺の本名なんかもかなり嘘っぽいって言われるけどね、俺のは嘘っぽいって言われる。だってもうあとだってさ、あと 1,2 年でさ、自分還暦なわけでしょ、60歳なのに。すごいですよ、ね、名前が金沢智也ですから、智也、智也って名前さ、はい、今子供の名前じゃん、だって、うん、10代以下の子供の名前じゃん、若いやつの名前じゃん、うん、だからあの本当にね、よくあるのが、うん、これ前にも一回話したけど、はい、あの病院行くじゃない、はい、そうすると金沢っての沢の字ってすごい難しいし、あ、はい、難しいの沢の字だから、はいはい、で 金がついてるから、うん、あの沖縄によくある名字のね、金城、うん、金城さんに間違えるわけ。たまに金城さん、金城さんとか言われて、他に待ってる人もいないから、誰のこと、まさか俺のことじゃないだろうと思ったら、金城智也さんとか言ったら俺じゃんっていう時があるわけ。すごい、ね、すごいかな、沖縄ならではですよね、うん、だからで、ところが、はい、前にある病院に行ったんですよ、うん、そしたら、はい、あの金城智也さん、金城智也さんって呼んだ、ちっちゃな、あの看護師さんが、はい、金城智也くん、金城智也くんって呼んでるから恥ずかしい、はい、俺のことだなと思って立とうとしたら、自分の座ってる椅子の前の席に金城智也くんがいました。すごい、運命ですね、小学生ぐらい、うん、あー、よかった。智也って名前だからさ、はい、本当に今若い子の名前だから、うん、芸名でペンネームでしょってよく言われるのね。で、自分の場合ペンネームもともと物書きだから、はい、ペンネームもあるんですよ、はい、高野光一っていうペンネームと、一色正和っていうペンネームがあるから、そうすると、はい、あの高野光一が本名ですよねっていうやつもいるし、はい、ちょっと勘弁してよって感じね。高野、いかにも本名臭い方がペンネームで、あのそれでこうなんていうのかな、あの、はい、いかにもペンネーム臭いかもしれないけど、まあ、金沢って名字をペンネームに使う人はいないと思うんで、と思うんですけどね。面白い話ですね、うん、それは、ええ、あの由来とかは内緒なんですか、ペンネームの。ペンネーム、ペンネームの由来は、ね、うん、自分鎌倉に、一色正和は、うん、もともと、そのなんていうかな、もともと鎌倉を、物書きの時に鎌倉をメインにしていろいろ書いてたんですよ、うん、でそれで、はい、あの葉山の御用邸ってわかる、
あの天皇陛下の別荘があるんですよ、ね、はい、あのそれが葉山の御用邸つって鎌倉のちょっと外れたところね、うん、あのまあその三浦半島の方にちょっと行くと、でそこの海岸の名前が一色海岸っていうのね。で一色とそれから、はい、源氏ってわかる、はい、うん、でその源氏のなんていうかな、清和源氏って言い方するんだけど、うん、その清和っていう字を他の字に変えて、うん、でそうすると政治の政に和の、で一式の一式清和じゃなくて、清和じゃ名前にならないから、うん、政治の政に和って書いたら、うん、正和って読めるでしょ、だから一式正和っていう、そしたら偶然にもなんか後から、はい、ほとんどに似たような感じなんだけど、はい、まあ、そっちのはちょっと由来が違ってたんだけど、はい、まあそのなんていうかな、ある漫画があって、はい、その漫画の主人公がやっぱり一色正和だったんだけど、字が一文字違うんだけどびっくりして、は、うん、そっちは確かに政治の政じゃなくて正しいなんだよね、はい、そしたら今度はその漫画の主人公に釣られて、はい、あの編集が俺が、ま、政治の政で書いてる、はい、ペンネーム書いてんのに、うん、原稿にした時に間違えて、はい、正しい方にしちゃって、その漫画の主人公と同じ名前にされちゃったんだよね、ペンネーム、すごい、その漫画、うん、どうしようって、これ間違いだから、俺がそうしたわけじゃないから、はい、漫画の主人公のやつ取ったわけじゃないし、どうしようかなと思ったんだけど、はい、まあどっからもね、幸いねクレームつかなかったんで、まあいいかなと思ってね、そのままでございます。まあ、一色正和名義で書いてたのは雑誌で、はい、雑誌の方に、まあ、3回4回書いて、はい、で、はい、なんでペンネームがあるかっていうと、はい、もう同じ雑誌に多いと記事3本ぐらい書くのよ、そうすると同じ人が書いてるとさ、はい、あのなんかあれじゃん、うん、なんかこの人一人でなんか占領してるみたいな感じに見えちゃうじゃん、うんうん、それで、うん、あの金沢智也って本名も2種類使って、2種類ってのは金沢智也って全部ひらがなで書くときと、はい、漢字で金沢智也って書くときと、それと高野光一っていうペンネームと、はい、それから高野光一も高野光一の光一をひらがなで書いたり、それで一色正和も一色正和、はい、まあ一色正和ってペンネーム使って、でも一色正和も単行本一冊出してて、へー、あの学研から出てる神道の本っていうね、神道ってわかる、神社とかのね、あの宗教ね、はい、まあ、神道って言うんだけど神の道って書いてね、うん、神道の本の筆者は、はい、一色正和です、すごい、3人で書いてますけど、はい、3人で書いてるんだけど、そのうちの一人は一色正和も自分です、はい、はあ、面白い、ね、その雑誌で、うん、こう一緒の、まあ、アニマンさんがこう書くっていうのは、うん、なんでそんなことが起きたんですか。あのジャンルが違うものいっぱい書いてるから。ああ、なるほど。例えばそのムーで、はい、ムーで学研のムーってあるでしょ、ムーで書いてる時も、はい、やっぱりこう、なんていうか仏教に近いやつとか、うん、あとそれから陰陽道とか、うん、あと西洋のオカルトとかね、全然違うじゃん、あの例えば悪魔信仰とか、日本とは関係ないじゃない全然、はい、西洋の妖怪とかさ、はい、ね、うん、ヨーロッパの怪奇話とかさ、うん、それと全然違うじゃない、日本 の、はい、あの例えば仏教の偉いお坊さんの起こした超能力とかね、うん、奇跡とかそういうの全然違うじゃない、うん、ちょっと同じ名前使ってるとこの人なんか一定してないなみたいに思われるから、日本のことを書くときはもう大体本名、うん、で西洋の例えば魔術だとか、はい、魔女術っていうのがあったり、あと黒魔術だとか白魔術っていうのがあるけど、そういうのを書くときは高野光一、はあ、うん、だいたいもうそういう感じ、でそういうの同じようなそういうの書いててもやっぱり古い文献だとか、うん、古い本ね、本だとか文献だとかを解説するときはやっぱり内容が硬いから本名で書いてた、それとやっぱり神様、神社だとか、それからそのあとのあの、まあ、神社にまつわるお話とか、なんだろう、他には神社っていうか、あと妖怪ではないな、なんて言うんだろう、日本のなんて昔話とかおとぎ話みたいな、そうファンタジーね、ファンタジーっぽいことを、日本のファンタジーっぽいことを書くときはやっぱり神様、神道とか神社に近いから、だからその時は一色正和ってペンネームでやってました。
これでいい。なるほど。ずいぶん長く解説しちゃったけど。そうなんだ。なんかあの沖縄になんかいますよね、うん、妖怪じゃないけど、うん、なんか絵で描く、うん、なんでしょうね。それ妖怪じゃなくて妖怪だよね。妖怪？精霊だよね、精霊ね、うん、そのことについては書かれたことはないんですか？あ、それはもう他の人がね、あの小原武さんって有名な方がいらっしゃいますね。その筋の第一人者が、すごい、はい、自分と仲のいい、まあ、一緒に番組やってたんですよ。だからもともと FM 小座で、はい、この番組ももともとはこ、はい、そこの番組からこう、はい、なんていうかな、分裂してできたような番組なんで、もともとはマジムン大作戦って言って、はい、あのインターネットのツイキャスとかの配信あるでしょ、はい、これでいつも100人ぐらい見に来てる、すごい番組があって。100人？あのごめんなさい、ちょっと声を急に大きくされるとちょっと、そうですね、うん、ごめんなさい。皆さんの耳がね、うん、破裂しちゃうんですよ。いや皆さんの耳じゃなくて、うん、あの、うん、まあちょっと放送続けましょう、はいはいはい、ちょっともうちょっとね、うん、あの声ちゃんとそんな大きい声出さないようにマイクのそばで機材壊れちゃうんで、はい、はい、うん、はい、それでなんだっけ、あ、そう、FM 小座の方で、まあ FM 小座ってのはこの FM 宜野湾と兄弟放送局なんですよ。で、FM 小座の方で、はい、マジムン大作戦っていう1時間番組、うんうん、をやってて、うん、その番組の、メインでやってたのが小原武史さん、最初はね。で、それで小原武史さん一人でやったんだけれども、まあもうちょっとこう面白くしたいっていうんで、あとそれからオペレーターって言ってこうマイクのこうこうミキサーとか調整したり音楽かけたりする人も、うん、もうそういう技術持ってる人っていうのもそんなにいないから、だから自分はそれ喋りながらできますよっていうんで、でもともとムーのライターでしょ、で小原武さんっていうのもキジムナーとか琉球怪談とかいろいろこういう沖縄のね怖い話を書いてる作家ですから、まあ、元ムーのね、作家とそれからその作家2人でやってたんですよ、はい、小原田現役のバリバリのね売れてる作家さんと俺とで、なるほどすごいですね。今ね一人ねちょっとね、あのできたらちょっとね、うん、こう沖縄にもう一人ね今有名な作家さんもう一人、はい、私ちょっと知り合いになったんでね、はい、その方ちょっとこういうの番組も番組にたまにちょっとレギュラーとか、うん、準レギュラーとかでね、うん、出てもらいたいなと思ってるところなんでね、また面白い話がね、聞けそうな感じですね。聞けそうな感じですねって、ね、うん、そんなへっぴり腰にならないで、そんなもうちょっと攻めてください。はい、じゃあそういうわけでね、じゃあどうしようかな。まあ一曲ね、CM 明けに一曲かけたいと思いますけれども、はい、まずはこの辺で CM。そういうわけで今 CM でーすという設定でーす。はい、ただいま収録放送でございます。放送収録中でございますんでね、はい、どうしたの？なるべく喋らないように。なるべく喋らないっていうか、今マイク消してるから大丈夫。何分間だっけ？41。違うね。はい、そういうわけでね、じゃあ CM 明けでね、ちょっと音楽の曲の方をね、ちょっとね、一曲かけていきたいと思います。そういうわけで、まだあれだよね、はい、オリンピックやってるんだよね。そういうわけでね、はい、オリンピックの方でね、なんかこの間ね、先日ソフトボール、ね、女子が優勝したりとか、まあ、あとそれから野球の方もね、日本がちょっと頑張ってるということでね、そちらにまつわった曲ちょっと1曲おかけしたいと思います。坂上二郎さんでデゲン。またぐるぐるだ。なんでこんな時にぐるぐるになるかな。ひでえな。Thank you.
CM 負け何喋るの？あ、CM じゃない。曲を歌ったら。ボンボ先生の、でもボンボ先生の番宣こまめに入れてんだけどな、本から見れるあれ、な、あれな、どうなったの、折り紙の続きはどうなったの、動画のもう上がったの、まだ作らなかえ作らなかえ、動画を、うん、折り紙作ったけど、あれ、なんか中途半端にトーク終わってなかった、アニメがいいかな。え、アニマンさんのアニマンは何の略か知ってるよね。え、狙い、うん、もう全然知らない。アニメと漫画じゃん。え、漫画なの？アニメと漫画だからアニマンでしょ。おー、え、めっちゃいい名前。そっか、なのにさっきボンボ先生怒られたし、ジブリも見ない人がアニメなんか語らないでくださいって怒られたし。ジブリね。うん、綺麗。全然波がない。海が全然波がなくて綺麗。見えるよね、海が。そう、うん、雲に見える、はい、シュープリームさんの写真、シュープリームさんこんばんは、ココさんこんばんはです、ココさんどうもです、オリンピックは8月8日まで、ね、それ見たの今ね、オリンピックまだ続いてるんです、8月6日はね、今日は8月6日です、この放送はね、この放送だけ8月6日なんで勘違いしないでください、はい、シュープリームさんどうもです、こんばんはです、はい、そういうわけでお届けした曲は坂上二郎さんでデイゲームでした、まあデイゲームこの曲ね、まあ野球ね、高校野球をテーマにした曲でね、まあ野球ということで、女子のねソフトボールも見事金メダルでね、野球のはどうなったんだろう、野球のはちょっと全然見てないんでごめんなさい、はい、そんな感じでございます、はい、そういうわけでね、そう、ボンボ先生の方はあれだよね、はい、活動いろいろやってるわけだけど、はい、そっちのもね、俺の活動は今喋っちゃったけど前半で、はい、ボンボ先生のはなんかそういうので本とかに書いたりとか、なんかあとなんかなんだっけ、インスタグラムで見たんだけど、うん、なんかまた他にもラジオやることになったの？え、いやラジオじゃないですね。え、なんだろう。なんでしょうね。ちょっとなんかアナウンサーみたいな感じで。もう言っちゃいましたね、アナウンサーみたいな感じでこう、うん、なんですかね、私の英語の番組をちょっとやるっていうのを始めましたね、うん、どこでそれは、名護テレビっていう、テレビなの、あ、でもインターネットテレビっていう、インターネットなんだ、そうなんですよ、そうそうそう、なのでホームページでね、うん、見ていただけますよ、生放送でそちらもちゃんと、それはどう、うん、ちゃんと普段の日本語の滑舌もちゃんとよくしてる、うん、もう本当にそれなんですよね、ちゃんと自分もだから、もも先生わかるでしょ、はい、自分が普段、はい、自分の場合は普段喋ってる喋り方と、はい、ここに来て喋ってる喋り方違うでしょ、うん、発声が違うでしょ、発音の仕方がまず違うの、うん、わかる、うん、普段ね、普段の喋り方でこの喋り方だと思ってる人いたらね、うん、びっくりですよ、こんな声じゃないもんね、そうですね、もうちょっとまったりした喋り方してるんですよ、うん、これは一応ちゃんとこの喋り方は、うん、ちゃんと胸式発声って言ってここで発声して喋ってるんです、うん、もしくは腹式発声って言って、うん、お腹から声を出して喋ってるんです、これ、うん、だから普段の喋り方で例えば、うん、普段の喋り方でラリルレラリってラリパッパって滑舌悪いんだよね、でも、うん、こっちの喋り方でラリルレラリってラリパッパって言ったら聞こえやすいでしょ、おー、うん、ね、
あ、だからちゃんと、うん、発声の仕方違うんですよ。もともとラジオは自分長くて、うん、はい、最初にラジオに出たのが18歳の時で、はい、その時からなんか知らないけど、うん、ぼちぼち、1年に1回ぐらいなんかラジオの仕事っていうかラジオで喋ってくださいっていうのが入ってきて、うん、それで未だに続けてるんですけど、はあ、すごい18歳の時から、うん、で 20歳の、中頃からなんかこういろいろ、まあ、AM 放送、AM って分かるよね、中波の AM 放送、はい、AM ラジオの放送をやったりとか、うん、30代の前半から今度横浜にある FM 放送で、うん、週に1回喋るようになったりとかして、そこからずっとこうやって来てるんで、喋るのはやっぱりちゃんとね、ちゃんと練習してます、それなりに、はい、なるほどね、まあ、そんな感じですけど、ちゃんとボンボ先生もね、はい、ちゃんとそういうね、ちゃんと番組持ったんだったらちゃんと発声練習とかちゃんとしてください。ねえ、滑舌悪い。本当にだからそこでまたね、またま、はい、マイクにね、口くっつけて大きい声で喋らない。ダメ。ちゃんと距離一定で保ってください。はい。はい、ね、そんな感じでね、今日8月6日の放送で。今日はね収録でねお届けしましたけれども、お楽しみいただけましたでしょうか。こんな感じでね、ボンボン先生も私もいろんな活動してね、放送以外にもいろいろやっておりますんで、皆さんこれからもよろしくです。そういうわけでね、今日のお別れの曲はこちら、月ぬ会社。そういうわけでまた来週までまったのー。あれ、ボンボ先生は、またねよっしゃー、はい、おしまい、はい、どう、収録緊張した？収録で一番緊張したのはこの時間のコントロールなのよ。でも最後あれだね、この素敵な音楽のやつだね。え、なんか前流した時にこれが一番綺麗な曲って言ってましたね。ね、綺麗だもんね、これね。ねー、すごい。ラストの音楽を長めに入れてる。ありがとうございます。シーカルの放送は普通にあるんでしょ？はい。